山口県立水産高等学校は山口県長戸市にあった公立の水産高等学校。2011年の県立高校再編により山口県立大津高等学校、山口県立非沖農業高等学校の2校と統合され山口県立大津緑を高等学校が新設された。なお校舎は山口県立大津緑を高等学校水産校舎として 現在でも使用されている。2011年4月、長戸市内にある3つの県立高校を統合して、山口県立大津緑を高等学校を設置し、水産高校は同校の水彩校舎となった。これは、生徒数の減少も、さることながら、大型実習船、大見丸等の維持経費をはじめとする高コストの学校運営費が問題視されているためだとも言われている。 実習船については、福岡県と長崎県の三県合同で建造され、海遊丸が2010年4月より共同運航されている。なお、本校は県内の遠隔地及び水産化のない府県からの進学者を対象とした学生寮が設置されていたが、統合後は各校舎の学生が利用可能であるとしている。ありがとうございます。